ザ・モンスターは2009年11月18日に発売されたアメリカ合衆国のレコーディングアーティスト、レディー・ガガの2枚目のスタジオアルバムである。アルバムに収録されている8曲以外は、ガガの1枚目のアルバム、ザ・フェームの再発版である。しかし、ガガはこのアルバムは新曲を多く含むと発表した。それは、ガガが再発版にしては効果であり、 再発版はファンにとって公平でないと思ったからである。このアルバムはザ・フェイムより暗い部分を扱う。ガガが2008年から2009年にかけて行った世界コンサートツアーの間の経験を怪物で比喩的に表現している。CD ジャケットはエディス・リマンが手掛けている。構成はゴシック音楽とファッションショーからインスピレーションを得ている。 批評家はアルバムに肯定的な評価をした。特に、バッドロマンスとダンスインザダークに敬意を表した。作品名がガガとドクタードレイが共同で手掛けたヘッドホンの名前と類似しているが、これは偶然の一致であるという。彼女はドクタードレイとモンスターケーブルの CEO ノエル・リーに会う前に、モンスターというタイトルを思いついて、すでに曲も書き始めていた。また、 ガガは怪物映画に取り憑かれたためにつけたものでもあると説明している。2008年から2009年にかけていった世界コンサートツアーの間の経験がこのアルバムに反映されているとガガは以下のように説明する。本作ではザ・フェームでは書かなかったようなことを取り上げたわ。2年も世界中を旅して回った結果、いくつもの内なる魔物にあったの。それらセックス、アルコール、 愛、知、そして孤独という魔物たちへの恐れが、それぞれの曲に反映されている。私は長い間、東ヨーロッパに滞在していた。だから、ポップにインダストリアル、ゴスビー,イートを合わせる、実験的な作品になっている。90年代のダンスメロディ、80年代のメランコリックポップの素晴らしい歌詞も意識したわ。スピーチレスというバラード曲があるが、これはガガガ。 自身の父親に向けて書いたものである。彼女は、新曲では、名声やお金については扱わないとコメントした。すべての曲をファンに捧げると述べた。ザ・フェームの雰囲気と比較し、影とようであると言った。アメリカでは通常版は17.4万枚を売り上げて初登場5位。デラックス版は15.1万枚を売り上げて6位で、チャート入りした。アルバムの8曲のうち7曲が、 ホット、デジタルソングチャートでチャート入りした。アルバムも、ダンス、エレクトロニックアルバムチャートで1位を獲得し、ガガの1枚目のアルバム、ザ・フェームの1位連続記録を止めた。2010年1月に、アルバムは50万枚の売り上げで、RIAA より、ゴールドディスクに認定された。ニールセンサウンドスキャンによればアルバムは、 アメリカ合衆国で63.7万枚売れた。カナダでは初登場2位。オーストラリアとニュージーランドでは再発版ではなく独立したアルバムとしてチャート入りした。どちらも初登場10位だった。日本のオリコンチャートでは初登場7位でチャート入り。2010年4月に来日した後には2位に上昇した。また、リミックスアルバムも同じくトップ10に入った。 その後も売れ続け、日本では50万枚以上を売り上げている。イギリスでは、ザ・モンスターは、ザ・フェームによるデラックス版として発売された。そして、それは、初登場7位、2010年1月3日に1位になった。ヨーロッパでは100万枚が出荷され、アイ・フッピーに、プラチナに認定された。バッド・ロマンスが、アルバムからの最初のシングルである。歌の簡素な部分は、 ポーカーフェイス、ラブゲームと同じように2009年10月3日にサタゲーナイトライブで披露された。同年10月6日に行われたファッションデザイナーアレキサンダー・マック・イーンの2010年春夏パリファッションウィークのフィナーレで起用された。同年10月27日にダウンロード販売が開始された。歌はアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、ベルギー、スウェーデンで 最高2位、カナダ、イギリス、ヨーロッパ、ドイツ、オーストリア、ブルガリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ノルウェー、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデンのそれぞれのホット100チャートで1位になった。テレフォンはアルバムからの2枚目のシングルである。アメリカの R&B 歌手ビヨンセをフィーチャーしている。ガガは2010年。 ブリッドアワード授賞式のパフォーマンスで、アレキサンダー・マック・イーンに敬意を表す目的で、ダンス・イン・ザ・ダークと共に披露した。テレフォンはこのアルバムからの際立ったトラックで、批評家からも認められた。公式発売の前にビルボードホット100で15位、ダンスクラブチャートで1位になった。 ザモンスターの収録曲は2009年10月14日にユニバーサルミュージックジャパンの公式サイトで初公開された。ありがとうございます。